はい、田村です。10月22日の火曜日ですね。はい、8時50分ですんでね、まだ添削の田んぼはちょっとね水分多いんですけども、麦踏みローラーではなくね、うちは買えませんので運搬車のクローラーでね、麦踏みを毎年やっている状態です。接地面が広いのであんまりこうベタっとね土がならないので、作業いっぱいあるのでね、朝こうやってまだちょっとね表面は乾いてるんですけど、中がね水分持ってるので、あまりこう潰したくない時でもこのクローラータイプだとこうあんまりこう鎮圧せずに踏んでくれるのでね、これを選択してます。毎年の日課の麦踏みを雪が降るまでしっかりやっていきたいなと思います。はい、ではやっていきます。はい、ということでですね、9月の末に種まきしたものが10月の3、4あたりに発芽し、葉っぱも緑色になってきています。まあ2週間ぐらいで三葉期になってきますので、フルーツはどうしても上管を開けないと倒伏の防止のための土寄せがねしづらくなってきますので、今年は去年より20センチ広めにして、広めた分1畳あたり往復で2畳巻いてるような感じでやっております。田んぼの転作地なので、来年のね収穫期雨を予想して、今のうちから春先乾きやすいように、溝掘りをしていくっていう作業を年内のうちはやっていくような感じですね。来年の収量は今年のうちに決まると思ってます。なぜかと言いますとね、年越すまでの茎の本数、まあ年越してからも分結すると思うんですけども、年越す前の分結数がある程度こう確保されていれば、来年も単収300キロは無肥料栽培でも見込めるかなと。元肥とか追肥とかやらずに小麦作ってますので、昔からですけどもね、そういったやり方でやっとローテーションできるようになってきましたからね。この田んぼも、この田んぼ昔トマトとかピーマンとかナスとかいろいろやってたので、田んぼをやってたところをそうやって畑作で4年ぐらいですかねやって戻した時に、ここすごくよく取れた田んぼだったので8俵ぐらい取ったんですよね。その時今のやってる酒米なんですけども、その当時のやってたことをまあちょっと今年からまたちょっと再現しようかなと思ってまして、今年麦をまいて来年麦を収穫した6月の末にもう一回ここ大豆をまいて、硬い有機質植物性の残砂ですとかをねもう一回田んぼに戻す、ね、しっかり乾かすということをねやって、その翌年にもう一回水田に戻してみようかなと思ってます。それでどんぐらい収量が戻るのかもう一回ね実験していきたいなと思ってます。収量減ることはないので、今までやってきた感じだと。はい、ということでね、まずはしっかり一年一年作物を作っていくことに集中してやっていきたいと思います。ではね、雪降るまで麦踏み頑張っていきます。はい、というわけで 20R の小麦畑の麦踏みが終わりました。時間にして、一旦部14、5分ぐらいでしょうかね。なので一箇所だいたい30分ぐらいで、はい、終わりました。というわけで踏んだ後の小麦の様子ですけども、こういうような感じでね茎が折れてるんですが、ここからまた立ち上がってきますので、この時にストレスかかってる状態なので、エチレン、ジャスモン酸、そういった類の植物ホルモンが構成されているっていう状態ですかね。今年ね雪がどのぐらい降るのか、この前草刈りしてたらかなり低い位置にカマキリの卵があったので、なんか雪少ないのかなと思うんですが、わかんないですよね、実際降ってみないと。10月20日過ぎで T シャツ今ベスト着てますけど、暑いですからね、日差しがすごく。はい、ということで、踏めるだけ踏んで頑張って踏んでいきたいな。大豆の作業もありますけども、麦踏みの作業もかなり重要な作業ですので、こういったね葉っぱがペターってこうなって広く畝がね見えるような感じですけども、これがそのまんま来年の秋口一株あたりの太さになるっていう想定で今種まきをね広くは取ったんですが、こうやって見るとやっぱあったかいからでしょうかね、
葉っぱの長さが高くなってきてますね。徒長を抑制するためにも麦踏みしたり、あとは雪降った時の枯れる病気ですね、細菌類に強くするためのジャスモン酸っていうのを発生させたりっていう意味合いでもね、麦踏み昔の人がよくやってたやり方は、今もなお有効な栽培方法だなというふうに思ってます。今年も収穫分のフルーツは、赤カビの検査したら検出不検出でしたので、雪降る前のその細菌の防除の殺菌剤とかも振ってませんからね。それでしっかり不検出で、かつ収量もしっかり安定して、やっと取れてくれるようになってきましたので、あとはね、たくさん出荷できるように農地の確保ですね、あと作業の効率化ですかね。まあ悩ましいんですが、まあ前向きな悩ましさ、まあこれからしっかり農業ねやっていきたいのでね、そういったことを考えながらこう運搬車でね今行ったり来たりしておりました。はい、10月20日今このような状態です。また11月初旬になったらどんどん作業がね、大豆と小麦で被ってきますけども、土がしっかり乾いている時に、また麦踏みをねしていこうと思います。はい、今日は、フルーツ小麦、一発目の麦踏みでした。以上です。いつもご視聴ありがとうございます。高評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。